い。はい、おばあです。孫です。よろしくお願いします。よろしくお願いさびら。おばあちゃん、沖縄の人で、ハイサイっていう、ハイサイっていう人を僕見たことないんだけど、ハイサイは中途人と人と会った時に最初に挨拶をする言葉です。ハイサイ元気あいびんなさいって言って、これ使ってる人はいるの？最近たくさんいますよ。わなんちかたくんろ。ほんと？うん。おばあなんか世代はハイサイって言うの？うん。僕いつも周り見てるとおじいおばあの年齢の人でもみんなはーい、どこ行くのって言って、はーいっていう気がするんだけど、はい、そうそうそう、その人のあれによって違うね。ああ、うん、じゃあどういう相手にハイサイっていうの？少し先輩の方かな。あ、おばあよりも、おばあよりも上の先輩の方にはハイサイ、はい、満開面世がどこに行くのって。あ、なるほどね。あ、僕なんかはおばあなんかからしたら下になってるからハイサイって言わない、ね、ハイサイは言わない、うん、実際はハイサイは使ってるってことだね。使ってる。あ、なるほど。おばあがじゃあ小さい時10代とかの時にやっぱりみんな使ってたの？ハイサイって昔は使ってる。ハイサイはとにかく自分たちはある程度中学高校ぐらいになってからでしょうね。小学だ A だったんだ。挨拶 A ザーチキンバーガー A ザーチキンバーガー どこ行くの？ありがとうございます。若いビティな若いビティな。ありがとうございます。勉強になりました。おばあ悪い敵マジムンに、マジムンの中にピッコロっていう人がいるわけよ、うん、そのマジムンのピッコロにさん付けしてからよ、ピッコロさんっていう人がいるわけよ。へえ。おばあの声でピッコロさんって言ってほしい。ピッコロさーん、ピッコロさーん、わかる？何言ってるかわからんよ。何言ってるかわからんよね、まあね、ごめんね。